ウラ攻撃始まるよ。誰も正体がつかめない謎の格闘ゲームイベント、ウラ攻撃が第8回になってしまった。さあ、もう表がどこになっているかわからないけど、ウラという名前がついています。ウラ攻撃第8回を始めていきたいと思います。昨日は第1日目ということで、スペースウォー大会が大盛り上がり、なんと30人集まって、おじいちゃん兄弟が一生懸命働いてくれた。スペースウォーありがとう。さあ、そんなレトロなゲームがたくさん集まるウラ攻撃第、8回の、本日2日目になります、2日目第1種目アウトフォクシーズ大会、始めてまいりたいと思います。皆さん最後までよろしくお願いします。さあ、それでは第1試合です。ジョルジョーネさん、お越しください。そして NOK1 ビリさん、じゃんけんをしてください。じゃんけんで勝った側はプレイヤー決定権、先決め権、もしくは座る席を選ぶ権利、どちらかがあります。さあ、そうですね、じゃあ NOK1B さんが 1P 向かって左ですね、向かって右が 2P 側と、このゲームは大体の場合 1P 側有利と言われております。じゃあ始め、まだスタートしないでね。そして、次の試合の皆さんも、順次名前を呼び出していきます。試合中に名前を呼び出していきますので、じゃんけんと済ませておいていただければ幸いでございます。しめじさんと MTG ゼさん、終わってますね。はい、 OK です、ありがとうございます。それでは、早速大会の方始めてまいりましょう。第8回ウラ攻撃2日目第1幕、アウトフォクシーズ大会始めるぞ。さあ、それではスタートボタンを押して始めてください。まず、1P 側が NOK1 ビリスさん、 2P 側は、ジョルジョーネさん。さあ、ジョルジョーネさんが選んだキャラクターは、バーナードホワイト、体力のあるキャラクター、大柄のキャラクターですが、さあ、これ 2P 側が非常に不利と言われている機関車ステージ。さあ、機関車ステージですが、2P 側はこの画面右の機関車の先頭から、スタートしますので、なかなか武器にありつけない。一方 1P 側はこのように貨物室から好きな武器を選ぶことができる。さあ、まず、さあ、ロケットランチャー最初吹っ飛ばしていった。それで車両から転げ落ちる。転げ落ちると トロッコで復活するが、ああ、爆発、ああ、燃えている。さあ、 2P 側のバーナードとしては体力自慢のキャラクターではありますが、武器がないことにはなかなか厳しい。さあ、ここで拳銃を拾った。さあ、しかし垂直ジャンプをしている間に相手に狙いを定めた。そしてイブが日本刀を構える。さあ、この日本刀という、武器、ダメージが非常に高く、接近戦ではほぼ最強クラスの武器です。一方、火炎放射器やマシンガンなどの遠距離武器にはやや弱い。さあ、イブは目の前の武器を巧みに使いながら攻めている。そして降りてきたところを拳銃で狙撃、火炎放射器で燃やして、勝ったのは NOK1 ミリさん、おめでとうございます。ナイスファイト。さあ、しめじさんと MTG 勢さんも、準備をお願いします。続きまして、セクシャル戦隊ハルスメ、すごい名前のプレイヤーが現れたか。そしてジタンさん、さあ、じゃんけんを、していただいてます、ありがとうございます。さあ、それでは始められる場合は始めていただいて、結構です。しめじさんが 2P 側、 MTG 勢さん 1P 側ですね。さあ、このゲームの、大会ルールを、おさらいしておきたいと思います。一本勝負です。死んだら負けです。命は1個しかありません。ダブルエリミネーションなどという近代的なルールも一切採用しておりません。命は1つだけです。200秒の間に、必ず決着がつくこのゲームですが、一般的に待ちが強いと言われています。先に相手にダメージを与えて、その体力をいかに守りきれるかという守りの技術がまだ重要になるゲームです。
ステージはランダムで選ばれますが、多くのステージは 1P 側が有利なようにできています。じゃんけんでは 1P 側を取るプレイヤーが多いと思われますが、一方でかなりキャラクターに個性の強いゲームでもあります。1P 側を取れなくてもですね、強いキャラクターを選ぶというのが戦略として存在しています。この 1P が使っている、このピンク色の髪の毛ですの、キャラクターですね。このイブ、このイブというキャラクターは、足が速く、ジャンプ力なども、長けていて機動性が非常に高いキャラクターです。で一方 2P 側のこのベティドー、白い服を着たキャラクターですが、現在のところ最強と言われているのがこのキャラクターで、攻撃性能は全キャラ中トップクラスといっても、攻撃力は武器に依存していますので狙いを定める性能が高いという形でこのゲームでは攻撃力が設定されています。攻撃ボタンを押すたびに、弾丸が発射されるわけですが、毎回、キャラクターごとに異なる、割合でランダム補正がかかっています。飛ぶ方向は毎回やってみるまで分かりません。ベティのようなキャラクターは毎回狙った場所に、正確に射撃をすることができるので少ないチャンスをものにしやすい、大会でも非常に安定して勝てるキャラクターとなっております。さあこのサーカスのステージは、残り時間が、わずかになってくると人間大砲が出てきます。この人間大砲がアウトフォクシーで最も破壊力のある武器、猿や、幼子だったら、おそらく2発で瀕死、高い破壊力を誇っております。さあこれ接近戦になったか。さあ一触即発。この広いステージ、サーカスのステージは相手を追い詰めることがなかなか難しく、逃げる側が有利な、設定になっています。現在、1P 側のイブが体力でリードしているのでこの日本刀を持って逃げ回っているが、ここで体力的に追いついた。さあしかしまだわからない、どちらかの攻撃当たれば逆転があるぞ。そしてトラが来た、トラが上に、ギャー、しかしこちらにも。さあトラは平等にお腹が空いている。あーっと無知でしまいた、トラが死んでしまった。愛護団体が見ていないことを祈る。さあトップに入れた拳銃がおもちゃだった。さあ無知でしまきまくる。おーっと人間大砲、これは一気に逆転。さあ残り時間あとわずか。さあ勝ったのは 2P 側、シベジさんのベティの、これはナイスファイトでした。さあ次はジタンさん VS、セクシャル戦隊ハラスメンさん、席についていただければと思います。一方次の試合、この次の試合はカグラアットマークフルーツバスケット VS ハローさん、ハローかっこ生後1ヶ月さん。さあ、リセットも終わりましたので 1P、2P それぞれ着席していただければと思います。じゃあお名前の確認だけしておきたいと思います。ジタンさん、ジタンさんも 1P 側ですね。ハラスメンさん 2P 側ということで、すごい名前できたな。さあ 1P 側のジタンさんがベティド、 2P 側のハラスメンさんがジョン・スミス。ジョン・スミスは全ての性能が、まあ、平均以上とまあ言っていいでしょう。非常に初心者にも扱いやすいキャラクターになっておりますが、素手の状態での格闘攻撃がですね若干性能が悪く武器を持っていないと戦いにくいキャラクターです。さあベティは上から下からですね、上にいるジョン・スミスは足元を打ち抜いた。このように、前後軸、だけでなく上下の軸を合わせて戦うのもこのゲーム非常に重要なポイント。さあ普通の弾丸は、同じフロアの相手にしか届きませんが、ロケットランチャーは上や下の相手も狙うことができるのでロケットランチャーの使い方が非常にポイント。そしてこのしゃがむことによってクジラの背中に身を隠し飛んできたところのお尻に穴が開く。さあ体力でリードしたのはベティと 1P 側のジタン選手、 2P 側のジョンはどうするか。
さあ一度上に上がって下に降りることによってドラム缶を回避したが、その後木箱をかぶる羽目になり爆発、コンボが決まった。さあまだ、ステージ移動には時間があります。上でチリチリしているのはあれ、次元爆弾、次元爆弾が爆発するとステージが崩壊を始めます。さあ下に爆弾を仕込んでいるが、あのフロアには届かない。さあジョン・スミス拳銃を持って追い詰める。おーっと次元爆弾に引っかかってしまった。しかも木箱がヒットして体力が4割ぐらい飛んでしまった。さあ一方ジョン・スミス非常にいい位置取り、ベティが降ってくるところに火炎放射器が構えている。そしてハンドガンで撃ちまくる。そしてマシンガンを浴びせていく。これは体勢を立て直せないか。一瞬の隙を見逃さなかった。セクシャル戦隊ハラスメン2回戦進出です。いやーちょっと性的な戦いでしたね。さあ次ハローさん VS カグラさんです。じゃんけんはお済みだと思います。ありがとうございます。B ブロック別府温泉さん対働いたら負け。さあ 2P 側にはカグラさんが座っています。そしてハローさん、あ後ろ開けてください。さあハローさんが、1P 側に、着席します。さあそれでは、始めていただいて結構です。よろしくお願いします。さあ 2P 側のカグラ選手はベティートを選びました。メインキャラクターと言っていいでしょう。カグラさんの使うベティがこれまで数多くドラマを起こしてきました。一方 1P 側のハローさん、ここでバーナーのホワイトを投入。体力に優れるキャラクター、そして爆発物の多い工場、このステージは何かが起こる。さあこのゲームの、キャラクターには非常に大きな、体力の、優劣がついています。バーナーのホワイトは最も体力の多いキャラクターで、あ相打ちであればこのように体力の減りに差がついてしまいます。さあここまで2回相打ち、これは大きいぞ。バーナードホワイトがリードしていることになる。しかしここで逃げるの逃がさない。そしてじっくり待機、このロケットランチャーを使ってバーナードホワイトの接近を防ごうというのか。しかしここでバーナードホワイトマシンガンを持ってきた。マシンガンは弾幕を張ることができる。飛んできたロケット弾に銃弾を浴びせることができればそこで爆発するので、あーしかしここは本体に当たった。マシンガンを使って弾幕を張るのもロケットに対する防御策ということになります。あー目の前の壁に当ててしまった。背が高いがゆえの失敗。さあこのロケットあと2発を避けるしかない。あー相打ち、これはカグラ選手相打ちで勝てると踏んだか。そして目の前の壁に当たってしまった。勝ったのはカグラ選手。しかし序盤相打ちによって自分の体力を優勢に持っていったハローさんもいい立ち回りでした。さあ続いては宮地さんと、デブルドラゴンさん、がじゃんけんお願いします。さあ、働いたら負けさんが 2P 側、働いたら負けさんが 2P 側に着席、対するはこちら、じゃん、別府温泉さん、別府温泉さん 1P。 それでは、始められるようであれば、スタートボタンを押して始めてください。さあ 2P 側の働いたら負けさんはベティ。この大会では大体の場合、まずじゃんけんで、勝った側が自分の好きなキャラクターを使う権利を取ることが多いです。でその代わり、負けた方が、有利であろう 1P 側を取るという展開が多いですね。
さあ別府温泉さんが選んでいるキャラクター、今日は、初登場になりますプロフェッサーチン。さあ車椅子に乗って戦う謎の天才科学者。さあこのプロフェッサーチンの特徴は何といってもお守りの方さ、このおお飛んでくるボラフカを射撃した。さあこのプロフェッサーチンは、この機械仕掛けの車椅子に乗っていますが、これは銃弾を一切通さない、鋼の車椅子になっております。そして、車椅子のアームから放たれるロケットランチャーは正確無比、このゲームで唯一一度ともずれずに射撃ができる、武器になっています。さあしかし接近戦になると弱いのがまたプロフェッサーチンの泣きどころ。あっとドラム缶が助けてくれた。さあ次元爆弾が刻一刻と迫っている。このステージは上のクジラが降ってきてステージの構造が変化する。さあプロフェッサーチェンここでピンを抜いて4、3、2。さあ手榴弾が爆発。今度はドラム缶を構えている。さあしかし現在プロフェッサーチェン武器がありません。なんとかして下のベティに追いつかれないようにしたいが、2人で何か踊っているぞ。ドラム缶を避ける。さあここでステージが次のフェーズに移る。マシンガンを持ったのはウェティ。さあ左にマシンガン、右に火炎放射器があるのがこのクジラの背中の上。火炎放射器はさすがにチンの車椅子も防げないため、火炎放射器を持つことは非常に重要となります、このステージ。さあそして銃弾を浴びせていくが、プロフェッサーチン背中を向いていればダメージを受けることはない。あーしかし接近戦だとマシンが貫通して当たってしまうので、接近でプレッシャーをかけ振り返ってきたプロフェッサーチンを発動しにしていく。冷静なスナイプを見せている。さあ冷静一徹、心の強さを見せていく。スーピーガーだがエントリーネームが働いたら負け。それもいかがと思うか。さあここで火炎放射器、さあ行き場所がありません。この狭いクジラの上行き場所がない。あー爆発しちゃう、爆発しちゃう。さあ今度はマシンガン、マシンガンを持っている。さあそして上には、屋根裏ですね、屋根裏ステージにはあそこに日本刀、そして画面右側には段ボールの箱が3つあります。刀を構える。さあしかし体力的に劣勢なので接近戦に行かざるを得なかった。そこを迎撃していく。接近してくる相手に対しては滅法というのがこのマシンガンという武器。あーそこで穴が開く。おっとプロフェッサーチンマシンガンを使って逆転したいが、それがハリセンボンに刺されてしまった。そして残り時間がない。最後は魚に刺されてとどめ、勝ったのは働いたら負け。さあ続きまして宮地さんとデブルドラゴンさん、着席準備をお願いします。そしてこの後はですね、人間のクズさん、名前がどんどんグレードダウンしていくな。人間のクズさんですと、等身伝税。さあ等身伝のプレイヤー VS 人間のクズというのが、この次の次の試合になります。そして、宮地さんとデブルドラゴンさんです。宮地さんが 2P ですね。はい、デブルドラゴンさん 1P。 それでは、スタートボタンを押して始めていただきましょう。さあ 2P が宮地さんがベティと、 1P がのデブルドラゴンさん、キャラクター選びに悩んでいるが、何を出すジョン・スミス。さあ穴がないキャラクターという形でジョン・スミスを選んだか。さああらゆる基本動作のモーションすらキャラごとに一つ一つ違っているのがこのゲームの特徴です。ジョン・スミスはしゃがんだ時のやられ判定が小さいという特徴がある。なのでジョン・スミス的にはなるべく体力を、減らさないように守りで戦っていきたいキャラクターということが言えるでしょう。
一方ベティは攻撃性能に優れるため序盤こういうジリジリした状況の中からまず先手を取りたいところ。さあここはロケットランチャーをうまく使いたいが、マシンガンを使うかロケットランチャーを使うか、それともハンドガンか。位置取りと武器選択の読み合いが始まっている。ここでロケラ、おっと当たらなかった。2発とも空振り、生き残っている。ここでスーピーが見えてた。ロケランを拾う。このロケランを当てれば非常に大きい。真上を狙う。そうです、このステージ下から上を狙っていくのが非常に強いぞ。アウトフォクシーズは基本的に相手の下を取るのが強いゲームと言われています。上から下を狙うのは難しいですが、下から上は狙える。さあここで、さあ船に乗せない、船に乗せない。チケットをお求めください。さあここでベティなんとか復帰。ハンドガンを2発持っている状態ですが、ロケランで作ったリードは今なくなっている。あーっと、しかしここでロケットランチャーをもう一回拾ったベティ。これを当てれば逆転できるぞ。上を狙っていく。さあ天井の位置を把握していること、このゲームでは非常に重要になります。さあジョン・スミス、手榴弾はこのステージはちょっと使いづらい。さあしかしジョン・スミス体力にも優れるキャラクターですので打たれ強さもあります。ああまたロケラン、そしてあっとさらにロケランがある。 そして右にはマシンガンもある。ここから逆転を狙っていきたい。さあこのステージには、お互いが持っている武器、そしてステージに、置いてある武器全部合計して、最大5つまで存在できるという、裏ルールがありまして、今ある武器が気に入らなければ海に捨ててしまうことによって新しい武器を出現させることができます。さあジョン・スミスはマシンガン、ベティドはロケット。さあ2人ともロケット。今度はジョンが攻めていきたい。さあしかし撃たれない位置に移動していくベティ。このステージどんどん揺れが変化していきますので、揺れを利用すれば斜め上の相手を撃ち抜くこともできるぞ。さあ今度はわーっと当たるかと思いきや、逆に待っていたのは足元を撃つスナイプショット。さあジョン・スミス、ここから30秒で逆転できるか。ロケットに望みをつなぎたい。しかし当たらず、ベティはここから逃げの体勢なのか。いやとどめ優しい子が、マシンガンが置いてある。ロケットを持っている。さあジョン・スミス、皮が辛いやって、ロケットが現れたが波間に消えていった。いやまだか、日本刀。しかし無情にも時間がなくなり、海に飛び込む2人。勝ったのは宮地さん、おめでとうございます。序盤のリードが素晴らしかった。